はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線の荒川沖駅に来ております。本日撮影日が2024年の7月の12日金曜日です。本日常磐線は架線に支障物があったということで、撤去作業を行いまして、現在最大で50分程度の遅れが発生しております。今度2番線に来る電車は14時40分発の上野東京ライン東海道線直通の普通電車品川行きです。これ今電光掲示板を映していますが、ちょっとですね、おかしなところがあります。皆さん気づいたでしょうか。あの表示がありません。本当にあの表示、あの車両がついてない車両で運転されるのでしょうか。見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、では早速本題に入っていきたいと思います。現在の時刻は14時37分です。上り方面は今比較的時刻通りに近い時刻で運転がされておりますが、下り方面は最大で50分程度の遅れが出ております。下り方面はですね、13時54分発の土浦行きの電車がこの後1番線に間もなく到着します。その前に今列車が通過しますの表示が出たので、おそらく特急電車が通過するものと思われます。で、変な部分があるというふうに先ほどお伝えしたんですけれども、もうですね、結論から言ってしまいますと、これですね、今度来る上野東京ラインの品川行きの電車、普通15両14時40分品川行き、別に何もおかしくないじゃんっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、よく見てください。これがありません。常磐線の E531 系には品川土浦駅間走行中の列車に関しては、全車両グリーン車がついております。この14時40分発の普通品川行きにはグリーン車のマークがついておりません。そしてこの後15時過ぎに来る、品川行きの電車、この電車には、グリーン車がついています。今ちょっと土浦駅を出ましたの表示が出ちゃって、表示されなくなってしまっているんですけれども、多分そろそろ出てくるかな。あ、出ないな。運行情報になってしまいましたね。まあただですね、本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の列車は14時40分発上野東京ライン普通品川行きです。この列車は15両です。ほら、わかります。今あとそうそう流れて、あ、表示されましたね。下の15時2分の品川行きにはグリーン車マークがついてます。ただ上の14時40分発の、品川行きにはグリーン車マークはついておりません。先ほどのアトス放送に関しても、このグリーン車のことを一切言いませんでした。15両でグリーン車なしっていうと、あの車両が個人的に思い浮かんだんですよね。土浦いわき駅間で今運転されている、だいぶ運転本数が減ってしまった E501 系。ただですね、上野東京ライン開業してから、その E501 系は営業運転で、上野方面には土浦より南には回送電車以外行ったことがないです。まあさすがに来ないとは思うんですけどね。どうですかね。まあ車両数が足りなくなって E501 で運転するとかっていう、いやーでもないだろうなとは思うんですけどね。どんな車両が来るのでしょうか。ほら、やっぱり放送でグリーン車って言わないですよ、一切ね。
ちなみに今時刻14時41分なんで、まあほぼほぼ定刻ですね。上り方面はほぼほぼ定刻での運転に戻っております。はい、501系来るか。いや、来るわけないですね。E531 系ですね、どう考えても。じゃあグリーン車本当についてないのか。2号車、3号車、4号車のグリーン車、5号車のグリーン車、ほんとついてるじゃん、ついてるじゃん、ついてますね。ということはですよ、何らかの理由で多分まあダイヤ乱れがの関係で、単純にその電光掲示板にグリーン車マークがつかなかったっていうだけのような気がします。ほら、15時2分のはもうグリーン車ついてるんですね。で、15時17分もついてるんですよ。まあただのバグなのか何なのかちょっと分かんないですけどね。まあでもとりあえずいつも通りの E531系が、やってまいりました。501系の可能性 1% ぐらいはあるかなと思ったんですけどね、まあさすがになかったですね。ということでありがとうございました。ぜひ皆さんもあのダイヤ乱れとかでなんか表示がおかしいっていうのあったら教えてください。グリーン車マークかけてるとか、普段10両のはずなのに9両編成って表示が出てるとか、行き先がおかしいとか多分あると思うんですよね。常磐線で言うとなぜか荒川沖行きっていうのが誕生したりします。ではありがとうございました。まさかの赤電じゃないですか。まさかの赤電じゃないですか。